前髪キモくない？あ、合同ライブ見ていただけましたか？ TBS に加入してくださってる方はみんな見れるそうです。私はこのうちでは見れないんですけど、実家で見れるので多分録画とかしてくれてそう。そんなあるか知らんけど、どうでしたか合同ライブ。カメラワークバッチリでしたか？たくさん映ってましたか？個人的には涙の表面張力ができたことがまだ嬉しいです。今もハートありがとうございます。まだね、黒髪なの。なんか鏡見るたびにお黒髪だって思うから嬉しい。なんか手とか洗うときにあ黒髪だ。今日は滋賀県に行ってました日帰りで、日帰りで今日は滋賀県に行きました。あんまりね、今日何々してましたっていうの好きじゃないんですけど、今日ユニバ行ってましたとか。今日はもう本当に今覚えること何にもないので、もう遊びに行って OK ということで今日は滋賀に行ってました。次は奈良に行きたい次は奈良に行きたいです。マジで寒すぎて、みよ本当に雪国で過ごせないと思った。滋賀県雪国でした。やっぱり雪国でした。手裏剣もありがとうございます。マジで歩くとこが雪国、もう全部雪国。リアルタイムしてくれてありがとう。合同ライブ改めていいライブだよね。わかる。そう、なんか私がもう消えたと思っていた集合写真、みんなとの、なんと TBS さんの公式 X に載ってました。おめでとうございます。消えたかと思った、あの写真。あら、福ちゃんさんがみよちゃんのこと褒めてた。嬉しい、光栄です。そう、なんかゲームは回ったんですけど、合同ライブ、まあなんかあゲームか、うん、って思う方もいたと思うんですけど、すごいことしてます私とかのんちゃんかな、すごいことしてるので、飛ばさずに見てください。みんな見た方がいいね。福ちゃんさんがみおちゃん STU にいそうって言ってたよ。だって本当ですか？でも私は1期生さんのオーディションに受けてるので、いた可能性もゼロではない。カメラつよつよちゃんだったって、それは良かった。そう、ポジションはほぼほぼ順位順です。経緯はなので割と前に いさせていただくことが多かったです。個人的には涙の表面張力は定点がいいんですけど、定点ありました？定点映像ありました？みんなはね、ハート型ウイルスが好きかもしれないけど、ハートありがとうございます。結構この配信のために TBS チャンネル登録しましたって方結構多くて、
彦根城は行ってないですね。神ありがとうございます。てか土曜日なのにもう人いなさすぎた。滋賀県、私が行ったところは。メールの写真お酒で赤くなってるのだって。違うよ、暑くて赤くなってます。写真めっちゃ寒いとこからめっちゃ暑いとこに急に入ったのでほてっちゃうんですよ私。お店とかで顔ほっぺたが赤くなっちゃうんですよ。危ない、本当にあれ危ない、危ないです。歩いてるだけで上から雪がボンボンみたいな何回も見た。あれはやめた方がいいね。あれは危ないね。ひこにゃんにも会ってないです。本当に雪やばすぎた。マジ雪国で住めないで、私は今回も生足で滋賀県に挑ませていただいたので、さすがにロングブーツではあったんですけど、スカートのミニスカートのロングブーツ、もう寒い強くなりました。今日で強くなりました。世界一雪が積もった場所は滋賀県らしいよ。あ、そうそう、長浜ってとこに行きました。長浜図です。でおみくじ引いたんですけど、また吉だった。今年吉しか引いてない、2回しか引いてないけど。え、合同ライブまたやりたいですね。私はもしまたあったらまた参加したいなと思っている所存でございます。てか集合写真バリが強くて笑う。てかなんか岐阜通って滋賀に行ったんですけど、岐阜から急に雪まみれで、名古屋帰ってきたらなんかあったかく感じたもんマジで。ハートありがとうございます。キラキラちゃん、ありがとうございます。いや、2期生さんのオーディションは受けてないんですけど、 ST さんのその時はもう10期受けてたんで、 SK1 期生さんだけ受けました。初めてのオーディションでした、私人生で。え、みゆみゆっぽいって言ってた。嬉しい、好きなんですよ。本当に振り振りで STU さんの振り振りを見ながら覚えたんですけど輝いてました本当に輝いてて、振り振り見てもうすごいって思って。めっちゃ嬉しい。鬼リピもありがとうございます。定点カメラは選択できなかったです。嘘、定点ないの。東西わかんない、琵琶湖の東西どっちか。そう、全く打ってないですね今日は。ね、屋根の雪危ないよね。みや本当にここの
滋賀県でこんなに屋根から雪が落ちてるの見たら、もうみよなんか違う県に行ったらどうなっちゃうんだろうって思った。もう上からね、本当にねハンマーみたいな勢いで雪がパンみたいな音もすごくて、あれ何マジで気をつけてください全員。でお腹と背中にカイロ貼って手にもカイロを持ちました。ガラス館行きました。なんかねいっぱいガラスのねものたちが置いてあって有名なのかな。でなんかガラスいっぱい見たんよ。なんかもう400何万円のなんか壺とかなんか花瓶とかいっぱい売ってて、でなんかいっぱいあるのガラスのところ。でなんかガラスのところもいっぱいあって、そこの近くにあったなんかアクセサリー屋さんというか、うーんビーズっていうか、うーん真珠っていうか雑貨っていうか、まあ、キラキラ屋さん、キラキラ屋さんでじゃーんキラキラを買いました。あんま指好きじゃないから見せたくないんだけど、ピントも合ってないんですけどこっちはハートキラキラ、これやばいんよ、めっちゃ輝いててこれ光で2000弱一つで、これこれちょっとシネポーズになっちゃうこれこっちはハートがいっぱいついてて、うん見えないね、真ん中のはハートなんですけど、真ん中のやつこれの方が高くて2000弱でした。買おうか迷ったの、高いのねこれ普通にもう見ようからしたら。でもなんか出会いかなと思って、出会いじゃん、やっぱり滋賀県のそのガラスとかがいっぱい売ってたりするところで出会うっていう出会いじゃんか。でめっちゃキラキラなのねこれ、あんまり指見せたくないんだけどめっちゃキラキラなのね。でなんかめっちゃ悩んだの、てか一回お店出てその後また回って戻ってきて、でまあ結局どっちも買ったんだけど、最初はね一つだけ買おうと思ってたんだけど、なんか2個ってつけたら可愛いやんつって2個買って、もう一個ねなんかキーホルダーを思い出に買おうかなとか思ったけどなんかちょっと血迷っちゃったみたいな感じで、なんか白鳥のキーホルダーを買おうかなもうほんとめっちゃキラキラしてたの白鳥のキーホルダーでもなんかド派手なやつをなんか買おうかなとか思ってたらお店閉まっちゃって、あのこれ悩んでる間にこれお店が閉まっちゃって買えなかったです。白鳥やっぱ出会いだからなんか買いたいなとか思ってたんですけど、しまってた、悔しい。結構最初はなんか若干のなんかネタというか思い出作りに買おうとか思ってたけど、買えないって分かった瞬間めっちゃ欲しくなっちゃってどうしようもないんだけど、だからまた行くことがあればまた行くことがあれば行こうかなと、あ行こうかな、買おうかなと思っちゃったり。そう、しかも新幹線使わずに行った、今日全部電車乗り継いで行きました。花は誰のものも好きだった、めっちゃ。ありがとうございます。原田さんと仲良さそうだったね、だってあの個人的にね一方的に好きなんですよ。そうお顔がとっても可愛いなみたいな。でその屋根からずっと水も垂れてるの分かる？
屋根から水がずっとポタ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 。やめてよ、今日いっぱい濡れたんだから。雨降ってないのにいっぱい濡れたんだから。あ、そうそう、黒壁スクエアみたいなところに行きました。読み方ってるか知らないですけど。だから今日からいっぱいつけます、このキラキラ。本当に買うか迷ったんだよね、高くて。個人的にはそう、個人的には高くて、まあ1個1200円だったらまあまあまあ買ってた、悩まず。でも1800円ぐらいだったの、みたいな。例えばイヤリングだったらいいんだけど、一つのリングでなんか、しかもなんか貯金したいしみたいな。でもやっぱ出会い大事にするタイプだから、いやでもここで出会っちゃってるなと思って。一目惚れほどではなかったんですけど、可愛いやんみたいな感じで見てて、なんか買おうかなみたいな。あとはコンペイトバリカワじゃない、ペトちゃんです。あ、みんなが持ってるキーホルダー、白鳥のキーホルダー、そのぬいぐるみとかじゃないよ。いかつキラキラ白鳥、バリいかつくて、その白鳥もう全部がキラキラで作られてるの。そのガラス管のお店、ガラスのお店で売ってたんだけど、その白鳥バリギラついてて、何これみたいな。で友達にこれ欲しくないとか言ったら、いやいやみたいな、めっちゃ否定されたんよ。でもなんか結局買えないってなったら友達も悲しんでた、一緒になんか欲しくなってきたとか言って。マジで白鳥キラキラバリキラキラ、え、欲しかった普通に。そう、これとね違うお店だったから、そう戻ったらもう閉まってたんだけど、なんかさ手に入らなくなったって分かった瞬間めっちゃ欲しくなる現象あるよね、マジで。あるあるだよね。で山吹、え、伊吹山っていう山があったんだけど、山綺麗すぎて多分今日15回は山綺麗って言ってマジで綺麗なんよ。なんか山に雪がかぶさってて、なんか綺麗かった、幻想的。そう一人で行った、友達は大阪から来てて、なんか間で会おうってなって、間ででその結果長浜に行くことになりました。だから一人で行き帰りはのんびりと行きました。だからみんなもトーク会とかで迷ってるうちに、なくなっちゃった瞬間に欲しくなるでしょ。だから先にポチってしとくんですよ。先にカートに入れて、先に購入してやっとかないとね。特急も乗ってない、白鷺も乗ってないし、何も乗ってないの。普通の電車で行きました。しかも完璧、私天才。本当にもう検索した時間通りに全て行った。乗り換えとかももう迷わず全て完璧でした。今日感動した。なんかさ友達と遊ぶのさ一本遅れちゃったみたいなあるやん、たまに。そういうのなかったです。わーい、パフォーマンス好きなので遊びに行きました。だって主権さんが多分あれですか、合同ライブでかな。似合うっていうギフトありがとうございます。でマジでこれ友達に言ったんよ。これ2個の値段だったらいいのにって、1つの値段がって言ったら、値切ったらって言われた値切るって言われた。
でもいっぱいリング買ってきたけどなくしたことは1回しかないです。まだ駅で落として、なんか3つつけてたんよ、ここ21で。そしたら落としちゃって駅で、改札で、でなんか一人で探すのも嫌やん、なんか地面見ながら。だから何もないふりしてもそのまま帰っちゃった。なんか置いてきちゃった。なんかね、見つけにくい床だったんよ。でも白とかじゃないから見えなくて、もうそのまま帰ってきちゃった。悲しかった、めっちゃ悲しかった。いやマジギラギラ白鳥欲しかったな。バリギラついてたんだけど、本当にバリギラついてた。でも本当に寒すぎて、なんか本当に近畿って思えなかった。なんか本当に大阪と一緒って、一緒じゃん、ほぼ大阪と滋賀なんて。一緒って思えないぐらいのお雪、バカ寒。本当に名古屋より寒いとは思わなかった。新幹線で行けば早いのに。だってだって節約してんだもん。節約してんだよだから行き帰り時間かけて行ったの。それはもう早いので行きたい。だから大阪帰るのもいつも安く行けるように頑張って。はた、ありがとうございます。でも値切れるような雰囲気じゃない。バリお上品なお店で買ったからマジでバリお上品なお店で買いました。値切れなかった。そう、なんかねサイズ大きいことが多くて、指だからね落ちちゃうんですよ。ありがとうございます。マジちょっとでも安くね、安くでいけるようにね。あ、山があったら寒いんだ。それは知らんかった。普通になんか湖があるから寒いのかなと。本当はなんか湖なんだっけ、琵琶湖もまで行きたかったけど寒すぎて断念して、途中で途中で U ターンして、してだって節約するものって交通費じゃない、個人的に思うのは。なんかその友達とかさ遊ぶ現地では節約しないから、節約できるところって言ったらもう行き帰りの道なのよ。一瞬も迷わなかった、新幹線で行こうかなって。一瞬の迷いもなかったです。ハートありがとうございます。でもなんか謎の指をさポキポキ鳴らす時代あったじゃん。あれ私もめっちゃやってて指太くなったんだけど、でもなんかお店とかで買うリングは結構気泡大きくて、そう気にしとかないとなんか落ちちゃったりする。
山が寒いのせき止めてるからね、だって。なんかイメージでは山があるからこそなんか壁になそれが壁になって風が通りにくそうみたいなイメージなのに寒いんだね。いぶきおろしっていうもんね、だって。何それ、大根おろし的な。でもサーモン食べました、美味しすぎ。夜は地元の居酒屋みたいな、マジ地元の居酒屋みたいな、もうマジで地元の居酒屋説明するならみたいなところに行きました。住宅街の中にある居酒屋で、なんかほんと常連の人がいるみたいな、でちょっと狭めのカウンター席で食べました。エモ。このさ、指をさ鳴らすやつさ、誰これ考えたの。関節太くなるやつ誰、マジでマジで考えた人誰、やめてくれない。めっちゃやってたんだが。なになに、なんとかおろしって。キラキラちゃんありがとうございます。でなんか梅酒頼んだ時に、琵琶湖か黒糖どっちにしますかって言われて、そら滋賀に来てますから琵琶湖梅酒で。地元系居酒屋いいよね。大衆系でもいいけど、やっぱ地元系はなんかよりエモ居酒屋にエモ感じるタイプエモです。クラブハリエは夏に行ったので、そう、この1年で2回目の滋賀県でした。で、ミオはもう指を鳴らすのをやめたんですよ、いつのかのタイミングで。まあ、中学ぐらいピークでやっててやめたんですよね、さすがにやばすぎて。でもなんか鳴らすことは好きだから、なんか人の指でやっちゃう。なかなか最後までやらせてくれないけど、みんな人の指で鳴らしちゃう。でも SKE の同期は指鳴らすの嫌がるけど、みんな地元とか高校の友達はそんなに嫌がられた記憶なくて、そう、みんななんか許してくれてたと思うんだよね。だから SKE の同期、 SKE の同期はみんな嫌がる。鳴らさせてくれないです。でも力加減難しくないよ、こう鳴るところまで押すだけなので。でも鳴らしてっていう友達もいっぱいいたんよ、いっぱいは嘘、数人いたんですよ。中学の時も高校の時もいた、なんかやってって、だからやってた。
理科の指輪やったことないです。怒られそうなので怒られそうなのでやったことないです。そう、本当に友達は割と大丈夫な人が多かった。やるか、指鳴らし会。みはもう自分ではやんなくなりました、全く。え、何？みんなならなくなっちゃうの？首も癖でめっちゃやってたんよ。むしろスキー入ってからもめっちゃやってたんだけど、なんかショールーム中にそれやめた方がいいよって言われて、危ないから、それであんまりやんなくなったけど、たまーにやっちゃうか。まあまあ、そこそんなにやんなくなった。もうね、ずっとやってたんよ。毎日毎日、毎日じゃないし、毎回毎時間やってたんだけど、最近は本当に首痛い時とかにしかやんないか。なんか良くないんだって。知ってたけど知ってたけど、よくないんだって。改めてキラキラちゃんありがとうございます。ちょっと顎は怖くてできないです。マジでこれ考えた人やばい。やんちゃすぎ。マジでやんちゃすぎなんですけど。誰？ほんと全員の指を太くして。許せない。ハートありがとうございます。ダメだからね。許さないからな。キラキラちゃんもありがとうございます。でもね、リング買ったんだけど、別にリングが欲しかったわけじゃなくて、もともと探してたわけじゃなくて、イヤリングずっと探してるんだけど、なんか自分がいいなって思うのに出会えないし、なんかお気に入りのイヤリングがどんどん、なんかイヤリングとの相性が悪いの。本当はね、イヤリングが欲しいんだけどね。なんか折れたりとか、一つ消えたりとか、イヤリングとの相性がめっちゃ悪くて、今この一つしかつけてないのね、このシリーズしか。本当はイヤリングが欲しいんですよ。ピアスは開けない。痛いの無理、注射無理だもん。ピアスは開けないです。何が無理かって、開ける瞬間も無理だけど、その開けた後、開けた後、まあ普通にピアスの人になるじゃん。だって公演中もピアスなわけやん。こうやってさ、ちょっと指がこうやって引っかかったらプチってないです。そういうのが無理。でイヤリングが落ちてることはない、知らない間に。めっちゃきつくやってるしね、一番きつく。いくらでやってイヤリングは落とさないですね、つけてるときには。そう、開ける瞬間も無理だし、その開けた後の行動、日常生活もダメ。公演中は落ちるね、イヤリング。踊ってるからね。まあでも一番きつくしてるから、めっちゃ落ちないけど、頻繁に。自分は
まあ、ものによるよね。え、プレシャスのゆずさんのピアスバリかわいい。あれバリお気に入りです。私もつけさせてもらったんですけど、めっちゃかわいい。だから本当にピアスだけは開けれないと思う、これから先の人生。でも周りにいないイヤリングの人一人もいないかも。みんなピアス開けてる。なんで？怖い人いないの？え、コンタクトはね大丈夫よ。意外と目は意外と大丈夫で、意外と目触っても OK。 知らんけどあんま信じすぎないで。私はね、私はの話。髪は開けないと思います、これから先も。なんか安全ピンとかで開けてたもん、みんな。コンタクトは大丈夫だよ。もう全員空いてる、周りにいる人みんな。姉ちゃんもね、もう全員みんな空いてる。自分ぐらい空いてない。絶対に無理。怖いもん。絶対に怖いもん。絶対に痛いもん。そのもう開ける瞬間以外も気にしないといけないっていうのが絶望、個人的には。イヤリングでもピアスの方がめっちゃ可愛いんだよね、マジで。だからイヤリングをなかなか買えないの。いいなと思うのがなくて。だってもう注射やん、ほぼ注射。あ、なんか今日肌白くないなと思ったら白い服着てるから黒く見えてんだ。そういうことね。マジでピアスならすぐいいの見つかる。マジでどこのお店行っても可愛いって思うけど、イヤリングはもうほぼほぼ出会わない。ということで開けないですということで、ミオタンは開けないです。でもいいねそれいいねの時につけてるイヤリング、イードのハバタイムと、あれはとっても重たいです。あと個人的に重たい。痛いの終わった後めっちゃ耳めっちゃ痛いで、落ちないようにめっちゃきつくしてるから、イヤリングもう限界までイヤリングしてるからめっちゃ痛い耳めっちゃ痛い、重いし。そう、ピアスをイヤリングにできるやつがあって、それでプレシャスはゆずさんのピアスをイヤリングにしてもらってつけました。違うのもあるよって言われたんですけど、まあめっちゃ可愛かったので、ゆずさんのやつつけたいでしょって言って。髪ありがとうございます。でさ、
めっちゃ痛いんだけど、イヤリング落としたくないからめっちゃきつくしてて、めっちゃ痛いんだけど、取るとき絶対こうやって引っ張って取っちゃうの。やっぱめんどくさがり屋じゃないですか。だからこうやっていつもこうやってイヤリング取るんだけど、どの衣装もね、手綱とか全部の公演でこうやって引っ張って取っちゃうんだけど、いったってなる。K2 のアンコールだけは、最後着替えの時だけはいったってなります。ピアスはダメ、こうやって引っ張っちゃった時にこう破けちゃうから、耳だからダメなの。そういう意味でもダメなの。そう、こうやってピッピッって取って、いてっていう顔してる、一人で一人でって。ゆずさんのイヤリングは受け継いだっていうのは、受け継いではないんですけど、あのセンターの日だけ、センターの日だけゆずさんのやつ、それ以外は自分のですよ。そう、イヤリングは大きさというかきつさがあって、そう、最大限にきつくしたらめっちゃ痛い。ツインテールはあんまり痛くないかも、個人的には。まあメイクさんによるんですよ、めっちゃ。そう、日によるので。まあコンサートとかはレベチで痛いんですけど、ポニーテールとか何しても。公演はコンサートイヤーは緩めなので、人によるって感じか。神、ありがとうございます。アーミュー、美容針絶対にできません、あれだけは無理。顔に針刺すなんて考えられない。みんな多分泣いてると思う。か、多分体調不良を起こして。絶対無理です、針刺すやつ。コンサートは、なんかめっちゃ早朝にメイクしてるんですよ、後輩組は。だからめっちゃきつく縛るんですよ。え、粗いんじゃないよ、きつい方が逆に丁寧、あのくくるのきつい方が丁寧です。あと10分だって。早っ、40分ぐらいで終わろうと思ってたけど早っ。ありがとうございます。なんか言い残したことがあれば、今日中に言い残したこと。寒すぎるんですけど、そう、今日は滋賀県の話をしてました。滋賀県と大富豪の話してました。なんか久しぶりにお休みって感じだった、気持ち的に。なんかお外って感じだった、お外って感じだった。ありがとうございます。あ、昨日の声終わりも配信してないじゃん。昨日はストレートのハーフツインにしました。理由は黒髪をアピールしたかったからです。昨日ミキはスイカヘアしてたじゃないですか。あれは、あ、これ理由は後付けなんですけど、あれは西武ドームの時の前田敦子さん、私は渡辺真由さんでし。黒髪嬉しいな。でもお風呂入るとこう黒い泡になる。
来週暖かくなるの嬉しい。もう本当に寒さにそろそろ限界だなとか思ってたから、この前雪と出会って今日も寒すぎて。リティー、今日なんかほぼ旅行だったもんね。日帰りだったんだけど、ほぼ旅行、個人的に身を返したら旅行でした。昨日いっぱい押さなかったってさ、来てた返信とかで。まあもともと押さないからね、若いし。もともと若いから、まあそらそう見えるだろうね。うん、ハートありがとうございます。マジでもう冬満足した。寒さ的にはね。お出かけはしてないけど、黒髪だとおしとやかに見える。常におしとやかでしょ。もうこの感じがおしとやか。おしとやかといえば宮田氏ね。普通に SK の中で普通にね、これふざけてるとかじゃないんだけど、まあ一般的にっていうか。でもうすぐ誕生日だ。また誕生日だ。みよ誕生日多いんだよね。また誕生日なんだけど、あと2ヶ月後にまた誕生日来るんだけど。え、1ヶ月後 ?2 ヶ月後か。誕生日多いかも。やばい、マジで。また誕生日じゃん。1ヶ月半はやばい。誕生日なんですけど、もうすぐ。なんかプレッシャー、誕生日。わかる？なんか誕生日プレッシャーなんだけど。怖い怖い。ハートありがとうございます。明日スクショタイムしよう。今日は前髪が好きじゃないので。でも今日のミオは今日しかないよね。毎年言ってる。ちなみにこれ去年もめちゃめちゃ言ってたんだけど、もう誕生日じゃんみたいな、誕生日怖いとか言ってたけど、それ変わってないよ。1年間で何にも変わってない。寒っ。キラキラちゃんありがとう。あ、そういうことね。スクショタイムだからキラキラしてくれてるんだ。キラキラちゃんありがとうございます。ほぼ結婚指輪。キラキラちゃんありがとう。嬉しい。いっぱいキラキラしてくれてありがとう。優しい。親みたい。かわいい。ギフトもありがとうございます。キラキラありがとうございます。マジ個人的には1年間何にも変わってないんだよね。自分的には。明日もちょっと早起き。あ、推ししか勝たん。ありがとうございます。推ししか勝たんって言われました。
ありがとうございます。マシュ、結婚してって言われました。ありがとうございます。キラキラちゃん、ありがとうございます。今日肌白くない今日肌白くない。キラキラちゃん、ありがとうございます。寒っ。寒いから湯船浸かろうかな。なんか湯船待ってる時間もったいなくない？こう早く寝たい日って、今日早く寝たい日なんだけど、実は地味に早起きなので明日。でもだがしかし寒いから湯船浸かりたい。だがしかし早く眠りたい。そう、眠りたいが勝っちゃってあんま入ってなかったのよ、去年一昨年その前その前とか。で今年は割と冬入ってて、寒すぎてなんかもう湯船浸かるざるを得ないみたいな感じで、そう、入ることがめっちゃ増えてます。今年めっちゃ入ってます。だがしかし寒い。間違えた。寒い間違えたじゃん。間違えたじゃん。あ、もう終わるっぽいね、このコメント欄の感じ。もう24時になるっぽい。今日もありがとうございました。大富豪も見てくれてありがとうございました。あ、ミラーボールもありがとうございました。